はい、こんにちは。というわけで新生バルセロナ監督キャリアモード続きやっていきましょう。本日の予定は、前回移籍市場が閉じる直前までやって、今2月ですね。で、2月、とりあえず今回の動画は2月いっぱい試合全部やる。で、まあ、リーグ戦が4試合で、チャンピオンズリーグの、トーナメントベスト16、ラツィオ戦ファーストレグね、これもやって、まあ、基本的に今のペースでいったら、まあ、FIFA22 に間に合うね。1ヶ月の試合を1本の動画でまとめれば完璧に終わる。OK。で、まあ、移籍市場閉じたんですけど、まあ、そのまま補強せずに終わったかといえばそうじゃなくて、補強しましたよ。まあ、これまでね、メンフィス・デパイが点取り屋としてちょっと引っ張ってたんですけど、まあ、前回の動画あたりからね、なかなか点取れないっていうか、決定機をね、外す場面がね、結構あったんだよね、メンフィス・デパイ。で、これはいかんということで、前線の補強をいたしました。まあ、前回守備力を安定させるためにマンチェスターシティからブスケッツの後釜、ロドリーを獲得、まあ、ロドリーを獲得したことによって結構守備面はね安定したね。だって前回リーグ戦では1回も負けてないからね。1月の試合やばいでしょ。まあ、カップ戦ちょっとシミュレートでやったらね 4-2 で敗れたんですけど、まあ、リーグ戦はね1回も負けてないですね。で、守備面は問題ないとして、ちょっと攻撃面誰補強したかというと、ズラタン・イブラヒモビッチ。まあ、ちょっと以前からコメントでもあって、イブラどうですかと。確かバルサ1年しかいなかったよね、イブラは。1年じゃないか、2年ぐらいいたか。今の新生バルセロナの得点力不足を改善すべく、ズラタン・イブラヒモビッチを、呼びます。ベテランをね入れさせます。で、もう一人、ライプツヒからダニオルモ。ダニオルモも、もともとはバルサユース。まあ、その後、ディナモ・ザグレブに行ったんだっけな。もう前線、ズラタンとダニオルモ。まあ、これで、ちょっとどうなるかだね。まあ今もう前線結構飽和してるっちゃしてるけど、そう、前回ね、オヤルサバルをね、強制売却したので、レアル・ソシエダに返したんで、まあちょっと枠空いてるっちゃ空いてるんだけど、3バック、ちょっと今回試してみようかなと。3バックこれまで使ってこなかったんだよね。もう怖くて怖くて。まず守備が苦手なんで僕は。まあちょっと今回は使ってみよう。まあこんな感じかな。組んでみたんですけど。まあダニオルもちょっとトップ下に置こうかなとも思ったんだけど、まあウィングでもできるから、まあ両サイドもいけると思うんで、まあ右に置きます。で、まあズラタン。ズラタンとメンフィス・デパイのコンビ。大丈夫かな？喧嘩しないかな？もうベンチもね。まあ、ロドリーが入ってればもう完璧でしょうと。で、背番号に関してですが、イブラヒモビッチ、バルサ時代は9番をつけてたんですが、今メンフィスデパイつけてるんで、まあ、ちょっと11しか空いてなかったんで11つけさせました。で、ダニオルモは、まあ、ライプツヒの時代の番号をそのまま引き継いだって感じかな。これで試合に臨みましょう。では現在のバルセロナの順位です。前回の動画で順位を1個、あげました。前回の最後の試合ね、バレンシア相手に勝てれば3位もあり得たんだろうけど、ちょっと引き分けちゃったからね。ただ、首位との勝ち点差が縮まってるんで、逆転優勝は全然まだチャンスある。だ今日は目標としては3位だね。まあ、あわよくば2位に入りたい。いけるかな？今日の試合数的に見たら、3位ぐらいには、ワンチャン2位ぐらいには入れそうな気がするんだよね。1回も負けずに勝てればね。というわけで、アウェイの5位セビージャ。やっていきましょう。アウェイということで3バックやめました。前回調子良かったフォーメーションで、前回使っていい感じだったフォーメーションでいきます。4-2-2-2ね。ちょっと守備固めます。キーパーティアシュテーゲンで、4バックアルバ、ウムティティ、ピケ、デストで、ブスケッツとフレンキー・デヨングで、サイドファティで、ダニオルモで、2トップはメンフィス・デパイにイブラヒモビッチでいきます。ちょっとユニフォームもちゃんと、まあ、でも今回ちょっとオルタネイト使ってみようかな。まずい。あー、ビッグセーブ、手足手が。これ持ってるかな。失いたくない。ダニオルモからサイドバック、デストのクロス、ズラタン、メンフィス・デパイ、これいい。いやー、惜しい。フレンキー・デヨング、ファティにこれ通る。オッケー。いや、いい。中央。いやー、ちょっとイブラ出てほしかった、今のは。
体一個分前出てほしかったわ。いいよ、ズラタン。ダニオルもオフではない。フレンキーデヨング、あーやばい、オカンポスが上がってる、追いつけない。そのパターンを、ジョルディアルバよく残ってた。危なー今の。あげろあげろあげろ、スーパーアタックだもん。来た来た、デバイこれ決めろ。オッケー、ナイス。85分、ようやく決まった。全然得点力上がんねえ、まあ、仕方ないか。ちょっとアウェーだからめちゃくちゃ戦いにき、なんとかこれ決めた。よしよしよし、12ゴール目。やな、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 やカパターン。怖っ。わー、終わった。やべえの血。いやー、セビージャ強かったわ、やっぱり。結構きつかったな、この試合。シュートそんな打てなかった。試合ハイライト、これだけというね。ちょっとね、攻撃面、全然うまくいきませんでしたね、この試合は。まあ、アウェーなんで、ちょっと仕方ないなとは思いますけど。クソ無駄な補強だったって言わせないでくれよ。今キャプテンブスケッツにしてるんですけど、なんかメールでね、ヘタフェ戦で指名したキャプテンにはリーダーシップが欠けているんだって。メンフィスデパイに任せるのはどうでしょう。だってブスケッツがリーダーシップに欠けてるってよ。まあ、これでね、メンフィスデパイをキャプテンにしてどんどん点決めてくれたら嬉しいんだけど。何が起こったのブスケッツに。そして順位の方ですけど、まあレアルソシエダが今1試合多く消化してるから、これで勝てばトップ3入れる。でようやく並ぶね、アトレティコ、レアル。あ、レアル逆転されてんじゃん、順位。アトレティコがトップに来てるか。というわけでホーム11位、ヘタフェ戦やっていきましょう。じゃあちょっと試しにキャプテンメンフィスデパイにしてみるわ。でメンツはキーパーティアシュテゲン、3バックウムティティ、ピケ、エリック・ガルシアで、アンカ・ブスケッツで、前にペドリ、フレンキー・デヨングで、両サイドファティ、ダニオルモで、2トップメンフィスデパイ、ズラダン・イブラヒモビッチと。初の3バック、これいかがなものかね。さあズラダン、ズラダン、ここで持って、オッケー、ダニオルモー、トラップしてもよかったかな。細かいパスワーク、クロス、あーファティか、いいんじゃない。全然ダメだ、いい。めちゃくちゃまだある。 OK OK、 はい。ようやく決まった。ズラタン・イブラヒモビッチ、長い仕掛けだった。OK、 王様が決めましたよ。ズラタン、フレンキー・デヨング、こっち、そう、左サイドが空く、これで、メンフィス・デパイ、苦し紛れのシュート、71分、ペドリ下げます、コーチーニョ投入、ズラタンを下げて、ブライス・ワイトかな、さあ、コーチーニョ、コーチーニョ。あー、ブライサイト、コーチーニョ、なかなか追加点が決まらない。きっとダニオルも、ダニオルも追加点ようやく決まった、試合終了間際。いやー、でも難しいな、シュートまで持っていくのがすげえ一苦労。とりあえず今日の2得点、ズラタンとダニオルも、新加入の選手が両方とも決めたね。よし、ついに3位、これでレアル、アトレティコ、バルセロナと並びましたね。次は15位オサスナ。はい、というわけでメンツなんですけども、中2日明けてからチャンピオンズリーグのラツ予選があるんで、メンバーはガラッと変えて、キーパーはネトで、3バックウムティティ、ピケ、ミンゲサ使って、アンカーロドリで、コーチーニョ、アルトゥールで、左ククレジャ、右にアダマトラオレ、2トップブライスワイトにアグエロ使っていきます。アルトゥール超久しぶりに使う。
プライスワイト、プライスワイト、プライスワイト、コーチにお使う、もう一回プライスワイト、プライスワイト、先生、プライスワイト、プライスワイトも安定だね。試合出れば活躍すんね。1-0 前半のゴール以外特に何もなかったな。でも貴重な勝ち点3です。はい、というわけでちょっと3バック難しいんで、いつも使ってるフォーメーションに戻す。チャンピオンズリーグベスト16はキーパーティアシュテーゲン、4枚アルバ、ピケ、エリック・ガルシア、セルジュ・ロベルト、アンカー・ブスケッツ、前にペドリ、フレンキー・デヨング、3トップ、ファティ、メンフィス・デパイ、ダニオルモでいきます。けー、優勝へ一直線だぜ。もう一回、狙ってみる。立て、ファティ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 、ナイスナイス、ペドリ。いや、ペドリの動き見てたわ、今。いいとこにボール蹴ってくれた。一回ボール持って考えました、これ。いや、ナイス、めっちゃいいところ。蹴ったのブスケッツかな、アシスト。うぇーい。イニエスタとズラタンを入れます。イニエスタ、そう、フレンキー・デヨン、イニエスタシュート。オッケーオッケー、なんとか勝った。ベスト16ファーストレグ、ホームで 1-0、 アウェー点1点も与えませんでした。2月最後の試合、バルセロナ3位、アトレティコとレアルが1試合多く消化してると。まあでもこれ勝ったとこで3位だな。この先、アトレティコとレアル、そう、来月アトレティコとレアルとぶつかる予定があるんで、3月結構ターニングポイントだね。ここで結果出さないと逆転優勝はありえないな。もうなんやかんや序盤結構苦しかったけど、後半になると立て直すのうまいね、我ながら。序盤は本当も結構きつかったもんな。順位的にはもう本当12位13位あたりずっとさまよってたからな。というわけで10位セルタ、キーパーネト、3バックウムティティ、ピケ、エリック・ガルシアで、ロドリーにコーチーニョ、イニエスタで、ダニオルも左、右アダマ・トラオレ、2トップ、メンフィス・デパイにズラタン・イブラヒモビッチでいきます。この試合に勝てば2月は全勝で、もう一度3バックで挑戦してみるわ。中央でカット、メンフィス、ズラタン、イニエスタ、イニエスタをなんか使いたい。イニエスタが使える、オッケー、打っていい、イニエスタ、オッケー。よし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 、イニエスタが先制。コーナーフラッグを蹴るイニエスタ。ベテランが今日決めました。いや、今日はちょっとイニエスタに決めさせたかったな。ナイス、当然ですけど初ゴールですね。まだできるよ。さあ、ダニオルも左足で上げる、ズラタン・イブラヒモビッチ。いや、完璧。あれ、今日お二人のベテラン、本日ベテラン二人が大活躍。ナイス、ダニオルモのクロスもめっちゃ良かったな。ここフィジカル、イニエスタ。狙ってくー、
いやもう刀剣いい、完璧、イブラヒモビッチ2点目、これで 3-0 ですね。これで4位と勝ち点差が広がったから、もうあとはもうアトレティコとレアルだね。この両クラブを倒せば逆転優勝いけるでしょう。 Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For